横浜男子の横浜デイズ。はい、皆さんこんばんは、ありがとうございます。横浜男子です。よろしくお願いします。はい、今日もあの北千住にあるシーウェイブさんから生放送ということでお届けしたいと思います。早速自己紹介いきたいと思います。はい、横浜男子ブルー担当リーダータツンです。よろしくお願いします。はい、横浜男子緑担当ケイタロです。お願いします。はい、横浜男子紫担当曲作ってます、リルと申します。よろしくお願いいたします。横浜男子ピンク担当ゆういちです。お願いします。いや、2回目ですね。はい、はい、いや、じゃあ早速ね、まず横浜男子 の簡単な自己紹介からさせていただきたいんですけど、はい、横浜男子は神奈川そして横浜を中心に活動するご当地アイドルグループになってます。まあ、横浜、ね、神奈川の土地で、ライブをさせていただいたりだとか、あと横浜神奈川から横浜神奈川の魅力を県外にもあのたくさん届けられるようにと思って活動しているグループです。はい、はい、いや、そしてご観覧の、ね、皆さん、はい、本当に今日もありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、ちょっとうちら、まあ、わかんない、みんなは違うかもけど、俺がすごい緊張してるから、はい、もう伝染してちょっとお客様も最初あのこうキュッキュッてしちゃったんですけど、あの、ね、45分で短い時間なんですけど、はい、みんなで、ね、楽しいあの番組を作っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。そしてあの YouTube で、ね、あの生放送生配信見てくださってる皆さんも本当にありがとうございます。ありがとうございます。コメントはまだ来てないですかね。ここからね、どんどん、多分前回もね、あのコメントもいただいてたので、よかったらあの見てくださってる方コメントいただいて、はい、今回こそは少し答えられると、そうですね、いいなと思いますんで、ぜひどんどん、はい、コメントお願いします。はい、はい、そして、そう、前回の配信の振り返りをちょっとしたいんですけど、はいはい、まあ、一番大きいのはやっぱりあの、はい、こちら の, あのリュウさんがこちらのね、声が出ました。いや、もうすごい嬉しい。わ、今日一番の拍手、ありがとうございます。みんながもう待ち望んでいたリュウちゃんの声の復活、すごい楽しみです。そう、今リュウちゃん映ってなかったかもしれない、うん、ちょうど今こっち映して、そう、映ってないですね、映り込んじゃいます。でも切り替わりましたね、はい、そう、声が出るようになりましたと。ありがとうございます。前回あれだったよ、筆談っていうか、あのフリップ、あ、そうですね、フリップでしたね。そう、たっぷり間を使って待つ時間がありましたよね。そう初めて、時差があったから、そう、初めてあんなことしたよ。もうその次の日っていうか、その週かな、あのライブとかもあって、はい、ありましたね、なかなか珍しく、だから3人でライブも出させていただいたりとかあったんですけど、もうやっぱり一番は4人でね、はい、パフォーマンスだったりこういうイベントに参加するのがもう一番なの で, そうです、ね、もうまずはもう前回と比べて、もうそこが何よりだなと思います。はい、はい、あと前回ね、こう初めてのこう放送で、まあ、いろいろあの新しいコーナーとかをやらせていただいたんですけど、はい、まあ、今日もね、あ、まあ、いろいろ、まあ、お客さんの中には、前回とか僕がこう配信とかいろんなところで、うんうん、まあ、さあ前回さ、まあ、ここにもね、もうしれっとこう置いてあるんですけど、うん、まあ、有明さんのお菓子をね、観覧の皆さんに、まあ、お届けして、はい、そう、まあ、次回も来てくださったらもうあるかもよみたいなのは、こうちょっとあの全然あの餌とかじゃないんですけど、あの釣ったわけじゃないんですけど、はいはいはい、ちょっとこう、あの皆さん喜んでいただけるかなと、皆さんご弊が、ね、あるんですけど、でも、はい、まあ、あのそれももしかしたら楽しみに今日来てくださったかもしれないですし、です、ね、まあ、なんとなくこう有明さんのさ、こう僕あのツイッター、うん、X か今、はい、あのフォローしてるんですけど、結構な頻度であの新商品が、そうですね、そう、出るんですけど、うんうんうん、まあ、もしかしたらそれをこう見た方は、もしかしたら今日は10月だし、まあ、このこういうお菓子かなってさ、秋のね、お菓子かなって予想した人も予想できるかもしれないですね。はい、じゃあもう行きますか、早速いいですよ、じゃあ、はい、行っちゃいますか。はい、はい、ということで、はい、最初のコーナーは横浜のおすすめお菓子紹介。
ということでね、前回は有明さんのハーバーのミニサイズ、はい、今年の4月にあの新発売になったミニサイズを、はい、ご紹介させていただいたんですけど、はい、まあ、今回も、うんうん、まあ、やっぱり、まあ、有明さんから、はい、ということ で、あのそうこの前、ね、あのインスタライブをあのメンバーで、ね、4人でさせていただいた時にちょっとこちらの、ね、あの商品を紹介させていただいたんですけど、うん、ムーンガレットっていう、ね、お菓子、はい、うん、なかなか結構ハーバーさんだとあのあれだよね、こうなんていう、うん、あ有明さんのハーバー、あの、はい、ハーバーが多分一番こう、はい、有名だから、はい、そう、そうそう、でムーンガレットはねちょっとこんな感じで出てきたんですけど、こっちですね、はい、こんな感じでこう横浜 の、 その、 あの月の、様子、その見える横浜から見る月をこうイメージして、うん、うん、できたみたいなんですけど、はい、またちょっと独特のこう食感で味がね、キャラメルウォールナッツということで、そうちょっとしっとりしてて、そう、そう食感良かった。ケイちゃんナッツ好きだもんね。キャラメルとナッツどっちも好き。あ、マジですか。めっちゃいいじゃん。初？これ初あの前回のメンバー生態調査ケイちゃんだったけど仕入れられなかった、その情報。最近スニッカーズ食べてますから。あ、そうだ。知らなかった。一回あのライブの時にさ、それライブ前って結構その、まあ、食べ過ぎるとまあライブにさ、ほら運動前ってさ、まあ、食べ過ぎるとさ、ちょっとこう、うん、お腹に来、ね、るけど、うん、でもかといって少し入れてないとこうエネルギーがないからっていう時に。うんうん、スニッカーズね、そうスニッカーズ探してたもんね。そうそうそう、探してたんだ。探してた。で、それにまあ近くて、どっちかそうこうしっかりこうギュッてなった感じの食感なので、今回はねでもねこれじゃないんですよ。皆さん違うんですか？そうこれ違うんですよ。ここまで来てこれはあの、ね、皆さんでご購入していただいて。はい、今回激推ししてるんですけど、こちらいいんですけど、今回はやっぱ、まあ、10月ということで、季節がね、まあ、こちらですね。そっちか、そっちだったか。パンプキン、やっぱりあの、うんうん、ハロウィンがね、そうだ、ハロウィンです。全然10月のね初めなんですけど、まあやっぱり10月といえば、うん、そうですね。そうそうそう、でやっぱり今ね、そうハーバーさんあの70周年、有明さん70周年なので、はい、この70周年のロゴがついたパッケージがね今年だけだと思うんですけど、うそうそう、かわいい。でやっぱりまあハロウィンということで、はい、パンプキン、まあですね、味ですね、パンプキン味、パンプキン味のさ、うん、お菓子とかってさって言われると確かに、なんかちょっと好み分かれない、なんかでも小学校の頃さ、うん、かぼちゃプリンってのがあってめっちゃ人気だった。懐かしい。あ、なんかこうお野菜だけどこう食べやすくなるっていうか、うん、甘いし。え、皆さんどうすかね、これ。あれ早いけます。そう、なんかいけます。パンプキンいけませんってなったらどうする。そうなんですよ。いや、いけませんだけど、それはもう誰かにあのプレゼントもできますし、そのちょうどハロウィンだしね、そう渡せるから、そのやっぱあの観覧の皆様がやっぱねこれ好きなのかなっていうのはね、若干この味がちょっと変わり種だと、うんうんうん、あの心配はしちゃった、うん、正直、うん、でもかぼちゃみんな食べて来たからにはまあ一口食べてみてください。好みはありますから ね、 本当にね。そうそう、で中もこれねミニサイズかな。あ、じゃあちょっと誰か、はい、あ、じゃあ、はい、入れちゃう。中はこうミルクハーバーなのでこんな感じで、中もね、うん、個別包装になってますので、前回と同じぐらいのサイズですね。そうそうそう、かわいい、食べやすいサイズになってますんで、まあ、よかったら、はい、皆さん受け取ってください。ね、YouTube のコメントも来てますよ。あ、 YouTube のコメントも来てますか、うん、はい、からちょっと読めないんです。ああの声ね、治ってよかったね。そう、ありがとう。本当にもうそれは本当に一番、あのメインボーカルですから。メボみんな頑張るよ。あのいわゆるメボだから、あのうちらもね頑張る、もちろんそれ自分たちの歌わりもあるし、はい、やっぱ、ね、メインボーカルさんのね、でも分量ってやっぱすごいんだなって、はい、改めて歌わりを、そう歌わせていただいて、あの今までももちろん分かってたけど、あんまなかったよね、特にゆういちくん、自分が入ってからはないもんね。だからこのメンバーでこう休みっていうのがなかなかなかったから、
初めて壊したから、はい、俺もビビっちゃった。あのなんだっけ、喉のさ漢方をさ強制吐き気がね、強制吐き気があの毎回もう覚えたよ、なんか技名みたいな、なんかこうそう歯みたいな、ね、そう、あれがでも喉にいいっていう情報を、うん、やっぱめちゃめちゃリュウちゃんも調べて、そう、ね、そういろんな方からもこれがいいんじゃないかとかもいろんなこう蜂蜜とか病院行ったりとかこう いただいた中で、まあ出会っちゃったんだよね。まあ雨とかいろいろ舐めて1ヶ月したら治りました。よかった、本当に。今日これだけで何回も拍手もらえそうな気がしてる。もうええよ。いやいや、もうあの今日のラインナップで一番大ニュースっていうか、もうあのそれは伝えたいことをやっぱり。ありがとうございます。笑い話になってよかったですよ。いや本当だよ、もうこれでさ結構やっぱそういうの長引いちゃうとさ1ヶ月とか2ヶ月出ないっていうのもさ、でもさその出ないっていう状況ってさ俺は正直なくて、ないよね。そうそう、でもたまに確かに聞いたりするんだよ、そのあるんです、ね、声出なくなって、うんうんうん、えめっちゃ不安じゃない？そう、不安不安不安も不安だってさ、不安しかないです。もう出ないかもってちょっと思うもんで、出ないかもってなったからね。ああ、そうですよね。あとさやっぱその歌、うん、そう、まあ歌えなかったらまあどうしようかなとは。そうだよね、確かに。まあ、ね、まあ、作るのもさできるじゃん、リュウちゃんがさ。でもさ初めてさそのリュウちゃんがさの代わりに歌うっていうさ、ね、ミッションがあってさ、あやりました。だからその音をこう伝えて、それすごい難しくて、普段だったらリュウちゃんからさその浜田の曲をレコーディングするときはもちろんリュウちゃんの入った声のものをうちら先にもらったり、あとレコーディングの時もリュウちゃんからあ今のはこうだからっていうのをこう聞いて耳でその場で教えてもらって歌うから、もうこれもめちゃめちゃ大事なんですよ。だけど声が出ない状態で僕にあの歌ってって説明するときにピアノの音で出して間違ってたらそうとか歌い方、その歌い方があるじゃん、ね、ピアノだと単音だからこうタンタンってだけどこうつなげて歌うっていうのが表現がさ、うん、リュウちゃんのその、 あの歌い方じゃないと伝わらないから、あのめっちゃこう、いやえって言うんだけどさ、いくらえって言っても出る分量は変わんないからさ。そのいやでも本当にありがとう、そのおかげで一曲できたので、いやいや僕もそう貴重な経験でめちゃめちゃありがとうございます。もうだいぶさお菓子紹介からもう脱線に脱線重ねて、逆にじゃあさハロウィンのさ、うん、はい、ハロウィンとかさなんかします？なんかあ仮装なりなり仮装とか、なんかそれこそさゆいちくんが入る前 に、うん、前に、はい、僕たちはだから逆にその、まあ、こういうアイドル活動を通して仮装をさせていただくっていうのがあって、そのプライベートであんまりかそのハロウィンをしたっていう思い出ないし、ハロウィンないね。なんかあかぼちゃのプリン出てるなっていう、かぼちゃのかぼちゃのプリンを見かけたら あハロウィンしてるなっていうのであのこう街中で見かけるぐらいで、うん、自分の場合は逆にさ、 そのさ変な話、小さい時からさ、はいはい、ハロウィンってなんか、まあ、あったというかさ、まあ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 、こうちっちゃい頃、ね、俺の印象だともうここ分かんない10年ぐらいで、うん、なんかめちゃめちゃ盛り上がりを見せたみたいな印象なんだよ。でもさみんなは結構もう、うん、あったみたいな感じ、やっぱり。あ気づいたらあったかどうかってことですか、ね、てかそうだからもうそれが普通、だからクリスマスとかと一緒で、あ、なんかあって普通みたいな感じ、まあ、そうですね、あって普通かもしれない。やっぱそうなんだね。自分がちっちゃい頃はかぼちゃのなんか なんだろう、あれお菓子入れみたいなの持ってトリカトリトって言ったらなんか飴とかもらえるよみたいなイベントとかは行ってました、うん、もうそのなんか西洋感漂ってるみたいな、そのなんかあの本場はそれだよね。だからそうそうそう、一軒一軒回ってお家をそうトリックアトリートでなんかお菓子くれないといたずらしちゃうぞみたいな。そうそうそう、それはよくやってました。まあ今はもうないかもしれないですけど。あでもやっぱもう令和っ子だやっぱり。いやいや冷静なのよ。いやいやもう令和っ子もそれは完全に令和っ子。じゃない、だってしてた。でもありますよね。
令和でちょっと話がずれるんだけど、いやいいと思う、これどんどんずれていこう、ずれていこう、これ台本あるけどずれていこう。ゆいちゃんは Z 世代っていうのは分かるんですよ。でも俺らも Z 世代だよ。そうなのその話をしたかった。あ、そう俺らってギリギリ Z 世代、最後の Z 世代、最後の Z 世代。かっこよくないそれ。最初の Z 世代、どっち最初、ね、最後どっち、走りじゃん。そうだって締めがだから内側の方だから、そうそう、もうだからアルファ世代でしょ。アルファなの？え、そうなん、なんかもうアルファとかオメガとかそのなんかベータとかなってくる。Z 終わってアルファ。あ、そういうこと。アルファ止まって。アルファあるんだ。え、その前じゃないよ。だって別に Y とかじゃない。X とかじゃないよ。あのリーダーは Y で。Y 世代？だからゆとり世代の走りみたいな。え、ゆとり世代の走りなんですか。わかんない。が最後か、あのさ、悟り世代って多分あるのかな、間の。もうわからない。ゆとり世代、え、わかんない、ゆとり世代、悟り世代、 Z 世代のイメージ。すごいポケモンみたいな。初めて見たら感じです、ね、ポケモンで言うとどこ。いや、もうわかんない。だからまあ初代側の方だから、悟り世代、そうそう、なんかだからゆとり世代はちょっと、あ、わかんないけど、少しなんかこう教育的にも、あのほら週休2日とかが多分ちょっと始まったりとか、土曜日が全部休みとかが始まったのかな。でそれをなんかちょっとその要は、まあ、甘くなったじゃないけど、少しほらこう緩くなったみたいな、そんなことはないんだけど、イメージで多分ゆとりなのかな。でその次がだからもうそれを受け入れて、もうそれしか知らない世代を多分もう悟りの境地で、みたいな、多分分かんない、俺も本当由来は分かんないけど、なんとなくそういう感じで、で Z 世代ですよ。で何の話がしたんですか。あ、そう、うちら Z 世代、 Z 世代なんだっていうので、うん、びっくりいう話。まさか、まさかか。よかった、声が出るようになってよかった。言えた、それが。ほら、伝えなかったね。あの、滑ったとかじゃない。いや、滑った。リュウちゃんは滑ったことないから。滑ったとかじゃない。大丈夫、そんな気にしないで、もう可愛さで全然滑るとかないキャラクターだから大丈夫です、本当に。え、これさ、これでさ、あれなの、もうお菓子コーナーでこれ閉まるの、これで。うん、これ、え、パンプキンだよ。ちょっと台本一回見るけど、これもう閉め、もうこれ。示すかね。ということで、まあ、あの、はい、そうですね、あの配信を見ていただいているお客様は、まあ、横浜とかね、あと結構全国にもやっぱお土産屋さんとか、 なんか全国のメーカー取り寄せてますみたいな時に、うん、やっぱ横浜神奈川代表で、うん、この有明さんのハーバーとか、ね、結構あることも多いですし、うん、まあ、今日来てくださった皆さんは、まあ、あの、はい、ね、ご褒美ということで、はいはい、あのこの後最後にね、あの、はい、お配りしたいと思いますので、はい、お楽しみ、おめでとうございます、はい、ということで、はい、以上横浜のおすすめお菓子紹介のコーナーでした。ありがとうございます。はい、そして次のコーナーはもう大人気企画となっております。もうやっぱりこれね、まだ1回終わったばっかでしょ。いや、これね、いや、空気感ってあるのやっぱり、あの、前回のやつをやった後に、うん、てかもうその場でもうお客様からもやっぱ次もやるよねっていう圧を感じたの。そんなコーナーがあるんですか。一人をピックアップしたから、やっぱり一人ってことはじゃあまだ3人いるよねみたいなので、多分その圧を僕は感じたんですけど、はい、ということで、はい、次のコーナーはメンバー生態調査。いやメンバー生態調査ね。生態調査、これも正式名前いいのかな、正式名で、はい、まあまあ、ということで、あの前回、今回ね、もちろん初めてのお客様もね、あの、ね、YouTube 見てる方もいらっしゃると思うので、はい、あのざっくりと前回 の、 あのちょっとおさらいということで、僕あのちょっとフリップをね、フリップありがとうございます、作ってきたんですけど、すごいね、はい、こちらかっこいい、ケータル、前回そうケイちゃん、ケータルくんだったんですけど、はい、ケータルくんの生態調査報告書を作らせていただいて、あの2行でまとめました。僕あの2行で、ね、ケイちゃんは、はい、いいですよ、はい、基本はお家ではまったりと時々アクティブ海潜るっていう、あの、こういう、そうそうそう、最後やっぱあの5で締めたくて海潜るってこう、ね、そうそう、最後だけあるから、あのちょっとあの現代俳句みたいな、そう、あの自由歌みたいな、そう感じなんですけど、これ合ってますよね、大体こんな感じでしたよね、前回のまとめ。あのすごくケイちゃんはあの追記がある、追記はいい、追記も追記出てくるのやめてよ。
ボケてるとかじゃなくて、あの水気じゃボケてるとかじゃなくて、じゃこれ作るの大変だったんだから、これ合成してこのあのケイちゃんをこう切り抜いて、結構すごいよね、ってるでしょ、ってね、すごいね。でも AI この写真何の写真、ライブ、これそう、あの、なんかいい写真、ライブのマイアミさんでのライブありがとう、よかった、あの、ね、ケイちゃんからやっぱこれちょっと違うよねみたいな、ダメ出しが、ね、濡れてない写真だからさ嫌じゃんね、ちゃんとそこはもうあのちゃんとかっこいいでしょこれ、うん、そう、いいかっこいいです、だからこれ皆さんも後で、ね、特典会の時とかもね、ぜひ近くで見ていただいて、はい、よかったらケイちゃんとこれを持って撮っていただけたらなと思うんですけど、いいですね、はい、そうそうそう、であのそうそう、だからケイちゃんは大体お家にいることが多分みんなの中で一番4人の中で多いんだけど、うん、でも外に出るのも好きで、行くってなったらもう全然もうすごい一番アクティブまであって、で、そのスキューバダイビングしたり、うん、まあ、川を下ったりっていうのがね、前回の生態調査で分かったこと で、 そ、 で、ね、その後、まあ、1ヶ月ぐらいあったので、その後追った結果分かったのが、追った、ね、そう、追った結果、お風呂の設定温度は42度っていうのをあのこれをあの配信じゃなくて普通に4人で話してる時に言ったんでしたっけ、あ、そう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 、あの話になった、配信では言ってないよね多分ね、え、言ってなかった、初出し、ね、初出しみたいなテンションで言ったけど、うん、みんな知ってますだったよかったよかった、そうそう、4人でそう、その気づいたらなんか40度になってる、だから40度なんか暑いこと暑いことこの上ないのよっていうの練習中さ、練習をしててダンス練をしてたの、そう、ダンス練をしてたんだよダンス練をしてたのに、なんか急になんかそう、お風呂の話を俺がしたのか、なんでだっけ、まあ、確かに、まあ、そう、俺がなんかすごい熱くそう、暑かったからか、その練習して、なんでか覚えてない、そう、うん、で、お風呂のお湯をためたら、その前回のものが引き継がれるの、引き継がれるというか、まあ、自分で設定すればもちろんそれになるんですけど、うん、僕はそれ自動、ね、お湯沸かしみたい、わざとそんなの見ない人な、見ないのもおかしいの、まだね、いや別にその喧嘩じゃないから、だって自動変えて風呂自動押せばええねんな違う、もうもちろんそれもごもっともなんですが、うん、まず見ない、まず見ないで、見ない、やっぱ信頼してるので、あのみんなのこと信頼してるので、やっぱお風呂のお湯の温度も、まあ、ちゃんとその適温かなって思うんですけど、いやだから違う、適温っていうのもだからどうか、人によって違うんだから、そうだから、ケイちゃんの場合だと42度なので、こう足をこう入れた瞬間熱ってなってそのいやもう、いやこんなん危ないってって思いながらいつもバラエティの練習でしょ、だからそう毎日がそう入るオスナヨのね、そうオスナヨですよ、はいはい、だケイちゃんの場合だとむちゃくちゃ暑いんですよ、暑いです、ただ逆でリーダーの場合だとめっちゃぬるいんですよ38度なので、あのなんか使った気せんなっていう、使った気せんよなめちゃめちゃ飛び出されて、なんかあれはお風呂入ったことにならないみたいなもんえと思って、暑いよりは全然いいんですけど、僕の中ではね、あ、そうなんですよ、暑すぎるよりは全然いい、いやこっち側っていうけど40度がちょうどいいなって僕思う、そうですよね、40度ですよね、40度なんですけども、ゆいちゃんもそう、私も40度、40度なんだ、みんな何度かな、え、皆さんはちなみに、じゃあ40度、皆さんは38、あんま40度、あ、やっぱ40度、40だよね、44 K-chan 超え、もう K-chan ダメだ、負けた、 K-chan 超えしたよ今、お客様が超えてくるから、これ44度ってゆでだこになっちゃいます、ね、危ない、 CM さんの特徴で、ね、やっぱりお客様の方が超えてくるから、そう、安心できない、もうあのそうそう、じゃあ皆さんは、まあ、大体あんま決めてないみたいな、まあ、決めてない、なんとなくみたいな、え、そうですね、ないその日によるみたいな感じなのかな、設定温度とかは40、44とかは、ね、みんな41ね、皆さんもよかったら、確かにコメントでね、俺はだから38がいないよね、だからいないから38組が欲しいですし、まあ、40前後がまあベストなのかな、やっぱりね、どうかな、だからあの前その1回その例えば42度でそれこそやったら42を引き継ぐじゃないですか、うん、そうですね、だからでも僕は38なんで、あのピピピピピピってすごいあの下げるんですよ、4回、ね、そうそう、4回タン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 みたいな、はいはいはい、そうそう、でもその多分攻防があって、だからケイちゃんも俺が入った後だったら多分タタタタタタンってそのでもさ、リーダーの場合は38対38でしょ、
そう、あのシャワーの温度も38度なんで、うんうん、お湯、そうそうそう、お湯入ると、ケイちゃん42と40よね、多分。いや、俺シャワーはいじんない。あ、シャワーはいじんない、そこはいいんだ、だからシャワーいじんないからあれなの、思いっきりあのオーバーしてあの熱い方にしてるんだから。え、俺あそこいじってる。あ、じゃあケイちゃんじゃないってこと。俺あそこまっすぐこうもしない。嘘、誰かこうやる人います。いるよね、誰だ。そう、誰誰。いや、ゆういちさんじゃないから。シャワーのこうする人誰。何それ、何それ何それ。え、あのなんか高さ微調整できる。そう、なんかこっちが出るやつで、うん、こっちが温度上げるやつ。温度ね、温度あんまいじんないですよ。じゃあ誰。じゃあリュウちゃんじゃない。え、俺動かさないって。え、じゃ誰かいるってこと。冷たい時ある、なんか。だから俺絶対まっすぐフラットにニュートラルに戻す。俺は何もいじんないから上に上がってたら上に上がりっぱなしなんだけど。え、なんか掃除する時とかになんかいじっちゃったりするんじゃないですかね。あ、でも下げはするよ、だから。あ、そうそうそう、だから下がってたりする。え、でも誰か上げてないだから。え、上にってこと。上には上げない、上げない、上げない。そう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 。いじらない、いじらない。マジで。ホラー話で。急に。嘘。ほのぼのしてたのに。急にホラーですか。家でやってよって話だよね。そう、それこそ練習中にするどうしようかみたいな話だよね。違うんだよ、だから違うんだって。ゆういちくんを生態調査しなきゃいけないんだって思った。すごい今ね、あの待たなきゃいけなくなっちゃった。振り返りが、そう、いや、楽しかった。はい、ということで今回はゆういちくんの生態調査をしたいと思います。新メンバーびっくりしちゃったもん、全然、はい、いや、楽しかった、楽しかった。いや、もうそろそろ曲かなと思ったら、いや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 、これゆういちくんやってないやと思って。とりあえず何か、はい、はいはい、まあね、ゆういちくん簡単に自己紹介して、自己紹介、はい、神奈川県出身22歳のピンク担当ゆういちです。ダブルピンクで簡単ですね、いいですね、はい、でもあの唯一の横浜っ子ですからね、純粋でね、それ大事ですよ、みんな違いますからね、はい、私だけですから。まあで、そう、はい、まあ、ゆういちくんは、まあ、それこそこの横浜、まあ、そうですね、ね、うん、ベイスターズさんをもともと、やっぱもともとそうですね、あれ脱ぐ大丈夫大丈夫、生配信だよ、生配信だから大丈夫かな。あ、でもよかった、去って、はい、誰ですか今回。宮崎さん。ピックアップして、これさ、選手バージョンでいろいろ、はい、自分は3枚だけ持ってますけど。そうだよね、いろんな選手なんか着てる人に愛がね、ありますね。いわゆる推し選手なんですか。自分の一番の推しは牧秀悟っていう人、二番でセカンド守ってる人なんですけど、それは着てないってこと。それは持ってないんですよ。持ってないね。推しだけどね。これランダムで入場したら一枚もらえるよ。もらえるんだ、すごい。でたまたま好きな選手が当たった。え、いいね、でも嬉しいよね。嬉しいですね。すごいね。全然取れない。大丈夫。え、何？ガサガサしてる。見に行ったらもらえるってこと？入場特典みたいなこと？いや、やっぱりベイスターズさんってなんか太っ腹ですね。太っ腹ですね。そう。なんかあげます。ありがとう。あ、おい。なんかみんなで、はい。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 これが。はい。これはさ、ランダムじゃないですか。これは自分で買いました。自分の好きな選手を。いいね。いや、これ。横浜。国球の前。いや、かっこいいね。あの、マキさん、これ推しじゃない？あ、じゃあ、渡来さん、マキさんで。ここが、推しゲッチュ。いや、いいな。はい。なんて読むんですか？その人は渡来隆起。渡来さんって読むんだ。かっこいいね。かっこいい名前ですね。かっこいい。山本さん、山本選手。はい。そうそうそう。で、今日勝てば、クライマックスシリーズに行くんですけど。おすごい今激アツで。激アツ。いや、なんかさ、ゆいちゃんと先週かな、その話したじゃん。はい、あ、しましたね。そうそう、はい、で、俺もその得た知識で、はい、ありがとうございます。うち、あの父親がね、野球好きだから、電話で話した時に、はい、そう、その、さも自分分かってるかのように、うん、いや、あれだよね、みたいな。もうあの横浜で3位ねみたいななりそうだよねみたいな時にさ、うんうん、父親がさ巨人ですよ、ね、ファンだからさ、ね、まあ巨人はもう1位確定だけどねみたいにさ上からちょっと言われちゃってさ、俺もちょっとムキになってさ、いやでもみたいな。でしかも2位になるとさ、その阪神、はい、今阪神さんがもう2位で確定しちゃったんだよね。確定しました。でもその話した時はその、はい、3位と2位で、2位だとその阪神球、あ、甲子園球場か、そうですね、2位の球場に行けるから、こっち来てほしいから2位まで上がってほしいねみたいな話をねしてたんだけど、いやでもやっぱり向こうの球場行ったら向こうが強いかもねみたいな、父親も言ってて、もう1位だからもう4位で関係ないですよね。まあまあ頑張って2位と3位、ね、東京ドームで待ってる待ってるぞみたいな感じだったからなと思ったけど、そう、
でもなんとか3位いけそうなので、おお、まあ、テレビとか何かで応援できればと思っています。あれでしょ、このあのさ、ずっとさ負けてた、はい、ゆいちゃんが見に行く試合ちょっと負けてたけど、はい、その前食べたんでしょ。やっと勝ちました。いや、7連敗ですよ、ずっと。やっと一勝。よかった、だからもう行かない方がいい。公言しない方がいいんじゃないみたいなさ。相談しましたね。そうそう。あったんですけど、勝利の女神だったらよかったんですけど、ね、でもまだ分かんない。いや、ここからね、ここから、まあ、来シーズンもありますし、ね、うん、はい、ということでちょっとね、またこれ、はい、あの一回曲の方を挟んで、いろいろ盛り上がりましたね。延長戦で、まあ、ちょっとね、はい、21時までなんですけど、はい、一旦曲を聴いていただこうと思います、はい、今日は何ですか。はい、今日も今日も、はい、横浜男子で、はい、皆さん聴いてください。横浜デイズデイズ。知らない店がもったいない。見つけてよかった、本当に見つかってしまった。この僕に考え見出してしまうのは、あの子の変化と一緒。え、もう時間だ、少し早歩きをして、恋するあの子目指す途中、通知が鳴りました。わあ、カンカンだ、きっと服の子はパンダマンなんて冗談、通じるわけがない。急げ急げ急げ、横浜のネオン街でずっとずっと君と歩いていたい。横浜シティ最前線でずっとずっと君と笑いたい。ハマ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 っちゃうぜ、君とこの街を愛してる。ああ、嘘じゃないさ、ビル風で舞い、
はい、ということで聴いていただいたのは横浜男子のオリジナル曲横浜デイズでした。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらの曲もね、もちろんリュウちゃんの作詞作曲編曲のね、うん、曲になりますので、はい、でライブに来ていただくといっぱいね、もう全部だもんね、リュウちゃんの、はい、作詞作曲編曲の曲、そしてまあカバー曲もね、ちょっと一部、うん、それこそベイスターズさんのもありますけども、はい、それもリュウちゃんがアレンジして作った曲なので、はい、ぜひ聴きに来てください、はい、お願いします。ということで本当はねこれでエンディングみたいななんですけど、ちょっと生態調査を延長して、はい、ゆいちくんがさ、はい、あれ山に登ったっていう話をさ、はい、あんまり皆さん知らない、まあ、言ってはないけど、ね、なんかちょろっとなんかちょろっとあの、うん、写真載せたりとか、そうそうそう、なんか山とのこのお土産の写真あげてもらったりとかありましたけど、本当本当本当、9月の頭らへんに頭か、はい、頭、友達と富士山登ってきまして、うん、すごい富士山、はい、すごいね、皆さん登ったことありますか、ありますか、ありますか、ね、皆さんありますか、ないない、ね、ないですか、けいちゃんはアクティブだけど、5号目までは行って、うちは行ったことなくて、逆に5号目から登っていきました、ね、上に、そうだよね、で、まあ、初日は7号目、うん、3000メートルぐらいまで登って、すごい、ね、すごい、でそこで、まあ、自分ツアーで行ったんですけど、うん、40人ぐらいの、うんうんうん、それでみんなでそこに泊まり、うん、で天候を見て頂上に行くのかちょっと違うルートで行くのかみたいな、ワクワクドキドキだったんですけど、うん、12時ぐらいにツアーのガイドさんから連絡が来て、行けませんって言われて、夜、そうです、昼、夜です、そうだよ、だから天気に左右されるから、そう、うん、それきついよね、雨でちょっと40人なんで登るのが遅くなっちゃうし体も冷えちゃうからやめときましょうかってことになって、うん、頂上には行けなかったんですけど、うんうん、まあ、ちょっと違う宝永火口っていうちょっと違う山、うん、それも2700m ぐらいあるんですけど、うん、それでもすごいよね、だってね、うん、そっちに登って帰ってきました。で帰ってきた後に、うん、実はマイアミさんのライブがございましてそうなんですよ、実はね、そう、きついろいろありましたけど、でそうそう、それもあれですよね、ベイスターズのやつの初披露ですよね、はい、熱き星たちよの初披露の日に富士山登ってました。決まっててね、そのお互い、そう、もうどっちも決まっちゃってて、どっちが先とかじゃなくて、そうですね、そう、でもまあその日じゃないからライブは来れるし、まあまあまあ OK と思って、でもその代わりまあこう気をつけてねみたいな感じで、でも全然それをね多分わからないぐらい元気をパフォーマンスしてたんですごいホッとしたんですけど、いやこちらこそ偉いね、楽しかったです。そう、なんかそのあれでしょ、これはまた別のもので、うん、あ、別なの、それはじゃあもうあれじゃない、もう、もう行っちゃいますか、もうこれは、まあ、御朱印を、まあ、御朱印を、まあ、集めて持ってて、集めてて、これは伊勢神宮に家族で行った時に購入しました、はい、伊勢神宮って三重県、あ、三重県の、そうです、もう行ったことあるわ、 ありますか、家族で行った、そうそうそう、人生で1回だけだったんですけど、うん、もうこれが一目惚れで、もうちょっとなんかヒノキとかそういうのが大好きなんで、かっこいい、御朱印帳がかっこいいよね、かっこいいですね、朱印帳って書いてある、これどこに売ってるんですか、その伊勢神宮の範囲ってすぐだったかな、御朱印帳っていうのが、はい、いろんなこうお寺じゃ神社、はい、にあるんですか、そうです、あります、はい、いい質問したそうだね、そうだね、初めて質問ですね、はい、いい質問ですね、もうそうです、これは伊勢神宮さんの時に、はい、これは伊勢神宮でご購入いただいて、はい、いただいて何個か押してあります、だからさ、その行ったところで、だからそのスタンプ、あ、そこ御朱印を、ね、はい、押していただくんだけど、その御朱印帳はさ、それぞれでさ、そうですね、っていうかそれもさ、そのなんていう個性、個性が出ますね、かわいい、これって親に聞いたら、え、それ行くのって言われましたもん、いやでもそれはさ、そのさ、これまた違うんですけど、これいろいろと別々なんですけど、そうです、これまた違うところなんですけど、これ長野です、めちゃめちゃ綺麗、これ桜かわいい、これ長野です、善光寺ハイブリッドだね、はい、でさ、ケイちゃんもさ、一時期っていうかさ、行った時ありましたね、集めるもんね、そうそう、ご身長持ってますよ、僕も、なんか共通だね、すごいね、でそうだね、だからどっちかっていうと、うん、アクティブだし、まあ、そう、ね、うちらは全然ね、家で作業して食べる、食べて食に行っちゃうみたいなところ、確かにない、ちょっと大丈夫かな、じゃなくてもう、いいですか、もう、まあ、あと一人でラジオ出たりとか、あ、そうだね、そうそう、本当だ、その時に話してた服装の、うん、
ズボンがこのズボンです、紫色のパンツっていうのを説明したんですけど、 あれは写真撮ってなかったんで、うん、ちょっと今日ね見てもらう感じで、ね、はい、そのために入ってきました。何も写ってない、何も写ってないね。どうしたらいいかな、写真上がりますので、インスタグラムを、ね、配信を皆さんの連結投稿お待ちください。はい、ということで、ことで、はい、今日は皆さん知っていただけましたかね、あの、はいはい、また今後もあの追記と、あと次はまあどっちかか、また戻るか分かんないんですけど、戻るどっちか次回の放送でもまたあの生態調査の方もお楽しみにしてください、はい、以上メンバー生態調査のコーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございました。大人気コーナーでした。大人気やな、はい、ということでね、もうあのまだまだね、あの話したいこともあるんですけど、はい、まあ、エンディングということで、はい、早い、ちょっとあのコメントの方をねたくさんいただいているので、はい、読んでこう、はい、お願いします。まずあのハロウィンのお話をさせていただいたの で、ね、はい、の感想、はい、何するなら何っていう、するなら、ね、何がいいですか、ね、何があるかもあんまり分かんないけど、かぼちゃと何かぼちゃの感想ですか、何分かんない、あでもその全身かぼちゃみたいな、こうお面とか、あ骸骨とか、うん、なんだろう、だドラキュラとか、あドラキュラやってた、ね、そうね、ケイちゃんドラキュラのイメージあるわ。でも俺かぼちゃになっちゃうかもしれない。なんでなんか好きなんで。あ好きなの、かぼちゃ好きだからなりたい、うん、好きだからなりたい、食べるのが好きだからなりたいってこと。まあまあまあいい動機だと思う。そう、俺はまあやっぱ青系の、ちょっとキョンシーやったけど青、あ、まあね、まあ、青がメンバーカラーだからちょっと青系のコスプレがなんかいいなって思いますね。りゅうちゃんは何やったんですかね。あなんか 猫的なやつをやりました、まあね、動物だったら猫のイメージ、りゅうちゃんあるわ。なんか狼とかもやってみたいなっていう。あだからその同じ猫科ってことで、そうです、ね、3文字でまとめる猫科、猫科、猫科、そうですね、狼犬じゃん。あそっか、あ僕はちょっとまだボケでどうかなと思いました。やっぱケイちゃんのね、そうボケないの、ボケないの、リーダーはねボケない、そうそうボケないから、普通の間違いの俺がやるのっていつも全然ボケだから。キツネは猫か、犬ですかね、犬ね、でも喋んないわ。動物の生態調査しますじゃん。そうなんで、動物を詳しく漢字が、あいや変わらない、そうね。どうしたエンディングにしてみんなあのちょっとあれをこうやばい積み重ね出してる今。はい、ケイちゃんは？僕はやっぱりアニメのキャラとかやりたい。ああ確かに、チームはやりたい、シアだと確かあんま出なかったね、そのアニメのキャラとか、うんうん、好きな人も多いじゃないですか、何やりたい、そうですね、それもいいな、ハンターハンターのクロロン、好きだもんね、 T シャツ5枚ぐらい持ってるもんね、ハンターハンターさんのね、 T シャツね、もっとも10枚、あもっと10枚ぐらい、これも訂正して、はい、あの10枚ということで、ね、すいません、はい、3行目に書いてください、はい、あの追記にね、そう、追記ね、はい、あとお風呂の温度も皆さん結構割れてて、うん、ね、ま、38度もいます、あいますか、で平均するとやっぱ39、40がまあまあまあ40いくかいかないかぐらいなんですかね、はい、はい、ということで、まあまあ人それぞれ、そうですね、はい、ということで本当にコメントもたくさんありがとうございます、はい、はい、でじゃあ最後告知の方をね、はい、ね、じゃあケイちゃんの告知を、はい、お願いします、はい、はい、ですね、明日ですね、10月3日マイアミさんでね、はい、あのバーベキューのマイアミさんで、うん、大丈夫だね、いつも言ってるじゃん、得意じゃんか、いつも言ってスラッと、どうせこれがテンポあるとダメ、あるとばっか、そうね、アドリブが強いってやつです、はい、まあ、ね、マイアミさんで、はい、はい、ありますので、はい、ぜひお越しください、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。あと今日仕入れた情報で、これすごいパッと出す、皆さんみんなも多分初めてなんですけど、これね、あの大阪で来週ライブをやるんですけど、はい、あの森博っていうこの2024、こちらの方でライブをするっていうことがね、だから10月13日のライブはこちらのイベントに出させていただくことになりましたので、はい、初めて、はい、森口市、森博、そう、駅前、ね、なのでこの出店とかがあるのは今日さっき知ったんですけど、楽しみ、はい、楽しみですね、ゆうちゃんの地元のね大阪で、大阪なので、ね、そうですね、このメンバーで初めてライブができるのすごく楽しみにしてますので、皆さんもぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。お時間の方がまだ決定じゃないですけど、だいたい6時ぐらいを横浜男子の出演時間となっておりますので、まだちょっと決定し、うん、次第あの告知させていただきます、はいはい、で、あとあのグッズの方がね、あの浜団グッズの方ありますので、うん、はい、よかったらあのお手に取って、こちらの金ブレシートとあのタオル、はいはい、それこそあの
ベイスターズさんのタオルに負けないようにね、いずれはあの、はい、うん、メンバーのデカデカとこう名前をやつもしね、そう名前のやつ、名前のやつ、え、あの顔のやつじゃないの？あ、顔じゃない、顔はいいや、顔、皆さんどっちがご所望なんですかね。名前でいいんじゃない？まずはえ、着なきゃだよ皆さん、カメラの前の皆さんも着なきゃですよ、言ったからにはね、そう、全身になっちゃうよ、ね、本当に、まあ、嬉しいけど、うちらはまあ、おいおい、そういうグッズも出てくるかもね、ということで、いろいろね、グッズもこういうグッズ欲しいですっていうのもね、来てますか、来てますんで、うんうん、やっぱね、そう声に出すとそのグッズ化するっていうか、実現することっていうのはあり、大いにありますから、すごいこと大事、本当に、はい、ということで今後もね、横浜男子のあの応援の方をぜひよろしくお願いいたします。はい、はいはい、ということで、はい、以上、横浜男子の横浜デイズでした。ありがとうございました。